うわー、うまいねー。どうも、夫婦の時間、明けです。みんなやってるということでございまして、本日はコンビニアレンジ飯であるでございます。まあ、TikTok とか YouTube のショートとかでね、あのセブンイレブンのカップの担々麺に金の豚角煮を入れて食うというあれがちょっとバズってまして、まあ、バズり飯とでも言うんですか。ちょっと僕やってみたい、それね。それもやりながら、まあ、自分がこれとこれ合わせたらうまいんちゃうかというコンビニ飯、これをちょっとアレンジしてやっていきたいと思います。まずはおビールでございます。アサヒマルエフ、ね、ひとしおこの撮影が楽しみになりましてね。というのもね、健康診断を受けましたところ数値が非常に悪いということで、あなたちょっとええ加減にせえよとお医者さんから言われまして、お酒の方控えておりますね。禁酒というわけではないですよ。もちろんこれ撮影であったりね、先輩方とか付き合いとかで誘われた時は飲みにももちろん行きますが、家でもね、一人でも黙々と飲んでますが、それはやめました。ね。まあ、その感じの模様が、YouTube のショート動画の方でアップされていっておりますので、ぜひ、皆さんご覧になってください。ということで、久しぶりのおビールです。いただきます。うまいねー。久しぶりやから余計うまいね。いや、毎日でもうまいのよ。うん、結局うまい。いや、マルエフやっぱ飲みやすいしね、美味しい。ね、僕も一番と言っても過言ではない好きなビールメーカーでございます。さあ、こちら。まず、セブンイレブンさんのスープが決めて、担々麺。ね、こちら、もうお湯は注いでおります。はい。オープン。はい。カップ麺って不思議ですよね。あんななみなみお湯が入ってたのに、なくなりますもんね。しばらく経ったら。はい。あ、ええ感じ。はい。これに、この、はい、液体スープ。かあ。これだけでもうまいよ。僕実は、セブンイレブンさんの、この、担々麺のカップ麺、食べるの初めてです。こちらね。初めてでございます。まずこのまま行っていいかな。一回ね。一回ちょっとこのまま行かせてください。ちょっとお湯ね、若干少なめにしたので、結構スープが。あ、めっちゃええ匂いする。ごまの。担々麺ってね、無性に食いたなるんですよね。いただきます。あんまがっつり言ってもね、のちのちあれ入れるから。いただきます。うん。お。かなり本格的。これは、もうこれだけで随分ビールに、お酒に合いますよ。ごまの風味がすごい効いてて、美味しい。うん。で、これによ。これにですよ。こちら。金の豚角煮。これを、ドボドボと入れておりました。僕が見た動画は。まあ、なんかこんな感じ。さあ、これを入れていきます。いきますよ。うおー、こんなに汁入れてええもんかな。うわぁSNS 上の人たち、何してんねん。これ何これ、この絵力からすごないこれ。見えてるかな、表面張力で確認がもう出てきてます。これを、角煮と一緒に行くんでしょうね。まぁ、ちょっと混ぜて。これ、角煮の汁もガッサー入ったスープになりましたから。角煮は角煮で食うたらよかった。まず。ねえ。さあ、じゃあまず、角煮が入った、もう麺と角煮一緒に行こうか。これで。これ。いきます。いただきます。
めっちゃうまい。めっちゃうまいし、なんかね、俺懐かしいなと思ったの、食べた瞬間。わかった。我が徳島が誇る、徳島製粉さんが出している、金ちゃんの焼き豚ラーメンというカップ麺があるんですが、それそっくり。めっちゃ似てる。ちょっと、徳島県民の方、それが手に入る方、比べてみてください、味。それめっちゃ似てるわ。みきょ食ったことあったっけ？金ちゃん焼き豚ラーメン。金ちゃんラーメンと違うの？カップのやつで、焼き豚の レトルトのパウチが入ってて。あ、ないか。嘘？これそっくりやわ。あ、麺だけ食べたら違う。角煮と一緒に食べたらすんごい似てた、味が。でも、やっぱ、担々麺？うん。担々麺の味は全然残してる。ほら、うまいけど、腹いっぱいになる。ちょっと、まだまだ僕アレンジのやつやっていきますから。はい。ちょっとこれで腹いっぱいするわけにいきません。ここからは私が美味しいかなと思う組み合わせをやっていきます。まずはですね、こちら、明星評判屋の塩焼きそばね。こちらもお湯を切っている状態でございます。はい。ね、塩焼きそばのね、ソースももちろん美味しいですが、塩焼きそばもそれは美味しい。さあ、ここに普通にね、液体ソースを入れます。はい。これ正確出るんでしょうけど、ソースを入れて一回混ぜて、ふりかけ入れてもう一回混ぜる人と、ソース入れてふりかけも入れて他も入ってるやつ全部入れてから混ぜる人と二通りおるよね。どちらですか皆さん。僕はね、一回ずつ混ぜます。几帳面なのかな、そういう人は。これをやってる時に、大学生の時かな、一学年上の先輩に、え、二度手間じゃないって言われた。で、あ、確かにそうやなぁと。結局混ぜんねんから、全部入れてから混ぜたらええやんとは思いながらも、でも結局、一個ずつ混ぜてしまいますね。なぜでしょう、これ。ミキオどっち？一発。だと思います、僕は。ミキオなんかも効率を取りますからね、うん、完全に。はい。で、ふりかけも入れて、一口ね、いただきます。うん。はい。いつもの、塩焼きそば。これもビール合いますよ。ただ、これにですよ。これに、私は、この、セブンイレブンの牛塩ホルモン。これ合わせます。まあ、塩に塩。ね。さっき、担々麺に豚角に。ね、あれよりもシンクロ率高いんじゃないですか。まあ、こんな感じ。どうよ。まあ、こっちはね、セブンイレブンさんの商品ではないですが。入れます。イン。絶対うまいやん、これ。このビジュアルもええよ、これ。めっちゃうまそうよ、これ。で、これちょっと混ぜてね、よく。で、これ、キャベツも入ってるから、焼きそばとの相性、抜群でしょ。焼きそばなんかキャベツですからね。焼きそばの野菜といえばもう何？もうキャベツですよ。それも入ってるから、これをちょっとよく混ぜ合わして、はい。ちょっとホルモンと一緒に、行かしてもらいます。ホルモン。またこれだけでも食うたらよかった。まあ、ええか。合わすのがめ、ほら、ホルモン、どっさり。これ。どっさり入っております。いただきます。酒がいくらあっても足らんよ、これは。これうまい。これやって、まあ、やってる人おるか、もう。塩焼きそばに塩ホルモン。
これ抜群よ、これ。レモンとか入れたら、さらにこう、あっさりして。うん。あとね、やっぱ、ホルモンの油で、全体的にこう、コクが深くなってね、うん。ちょっとこってりとした仕上がりになって、ガツンときます。これはいいね。さあ、続いてはですね、セブンイレブンさんの、冷凍チャーハン。こちら、まあ、一人前ぐらいの量です。チンしております。はい。このチャーハンにでございますよ。エビチリ。うまくないわけがない。ちょっと王道すぎるかな。もうストレートすぎるかもしれない。ちょっと。はい、これ。これをかけます。まずちょっとチャーハンだけ呼ばれようかな。いただきます。うん。パラッとして。うん。シンプルな味付けで、何にでも合うチャーハン。だからこそ、このエビチリ、いきますよ。このエビチリを、ドーンですよ。ほら。どうですか、これ。このビジュアル。そして、これで終わりではございません。ここに、麻婆茄子いっちゃう。ダブル。ダブルでいっちゃいます。麻婆茄子。ジャンのうまさと山椒のしびれという。麻婆茄子。あ、結構ほら、一口大というかね、麻婆茄子って細長いイメージあるけど、結構こう一口サイズに切れてて、これはいいんじゃないですか？これをインします。ドボン。こんな贅沢なチャーハンが、なんかふーんって言うてない。いや、ちょっと贅沢すぎない？いやいや、アレンジ飯だから。さっきのだって、担々麺、あれも相当贅沢よ。あれよりおそらく安いからね、こっちの方が。うん。やっぱ金のシリーズはやっぱ、うまい代わりに高いですから。さあ、これ。まずは、エビチリ側からいっちゃおうかな。エビチリチャーハン。これ。いただきます。うまくないわけがない。もうまずいわけがない。そして次、麻婆茄子チャーハン。ね、いただきます。おお。うん。山椒香る。確かにちょっとピリリッときて、うまい。もうないよ。もう一本飲んじゃいかんかね。再検査。すいません。我慢します。くそ。日々のね、不摂生がたたりました。最後に、ダブル行くしかないでしょ。なんて呼べばいいんですか、こいつのこと。エビチリ麻婆茄子チャーハン。つなげただけですけど、いただきます。一緒に食うてもうまいんかい。いや、これちょっとやってみてください。非常に美味しいし贅沢。ミキオ、気になったのある？うん、担々麺のやつは、うん、めっちゃくちゃ美味しかった。うまいよな、うん、チャーハンにホルモンかけてもうまいな。無限大ですね、これ。コンビニアレンジ飯は。あとね、腹いっぱい。皆さんもね、自分の直感を信じて、ちょっとコンビニでアレンジ飯やってみてはいかがでしょうか。ということで、本日は以上でございます。チャンネル登録よろしくお願いします。